こんにちは。今回は SNS 講座。なぜ私がコミーの雑貨屋さんというチャンネルで SNS 講座というコーナーを設けたのかというお話と、えー、説明欄とかあとライブ配信がアーカイブなのか今生でやっているのかなど の確認みたいななんかその辺の話をちょっとしようかなと思います。えまずねなぜ手芸チャンネルっぽいチャンネルでこの SNS 講座っていうのを、えー、やり始めたかというのは私のチャンネルの特徴としてライブ配信というのがあります。でライブ配信に絶対参加してほしいっていうわけではないんですけれども、えー、私のチャンネルの私がどうして動画をやってるのかみたいな 気持ちのとととここころに、まあ、やったことないことをチャレンジしてみようみたいなえそういうものがあります。まあ、これは私自身もですしえそんな風に思う方がいらっしゃったら一緒に新しいことをやってみませんかみたいなところもあったりします。ということでライブ配信見たことあるけどコメントしたことがないそして 実はコメントしててみたいいと思っているえそんな方がもしいらっしゃったとしたらライブ配信の参加の仕方っていうところをねお伝えできたらいいなっていうことがあります。あと手芸チャンネルっていうのかなレクチャー動画が多い中でえ YouTube は見ているんだけどちょっとここがわからないのよねっていう方も 不明な点とととかね、出ててくるるっていううことがあると思うんで,すでもちろんそういう説明の動画っていうのは手芸のチャンネルじゃなくて、えー、実際こういうことインターネットとかすごく詳しい方が丁寧な動画っていうのも作られているんですけれども専門用語が出てきたりとかして。 難しかっったりっていうこともななくはないんですよねもちろん初心者向けに作られた動画もあるんですけれどもまあそんなことで私のチャンネルが手芸チャンネルっぽいということでねそこでこうやり方とかが分かるとなんかその難しいという感覚があまりなく説明が聞けたりそしてそのとてもすごく簡単なところなんだけれどもあそこ分かんなかったわみたいなところをねできるようになって。 で「もっと YouTube ライフが楽しめる」だったり SNS もこれから始めてみようかなというふうにもし思ったとした場合ねこれから動画を上げていきたいと思ってるんですけどアカウントを作ったりとかあとなんか面倒なことが起きちゃった場合にどう対処したらいいのかとかそんなこととかもねあの動画にしていけたら、えー、手芸ライフも楽しんでいけるのではないかという。 思い出この手芸チャンネルっぽいところにわざわざコンテンツとして入れてみましたなのでそんなのいらないわよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、あの見ていただけてる方もいらっしゃるようなのであのこれからもやっていきたいなというふうに思っています はい。ということでね、わからないこととか、これ知りたかったんだけど、わかりますかみたいな感じでコメントとかいただけると、私もわからないことは調べて動画にするなりっていうことも、えー、頑張ってみたいなと思うので、リクエストがあれば、えー、コメントいただけると、私も頑張れるかなと思います。ということで、よろしくお願いします。えっ、ー、と、今日はね、iPhone とタブレットを用意してみました。えー、まず、説明欄 というところのご紹介から行こうかなと思います、えー、これは私のチャンネルのところに来ていますこれにしようかなあの今トップで見られるのがこの腹巻きパンツを編み始めますという風になってますこれをまずポチッと押しますと動画が始まりますはい説明欄ですね、えー、スマホの場合まず動画の画面がまあ、縦で説明します 横だとこうなっちゃうから縦にしましょうかね縦画面にしていただいて動画がありますでその下にタイトルがあります腹巻きパンツ編み始めていますそして高評価低評価というこのありますねで、えー、ここがチャンネル名そして今この下がコメントという風うになっています で説明欄というのはこのタイトルの右側にあるこの三角ポチがありますね。ここをタップしていただくと「説明」というところが現れます。ここが説明欄になっています。で私大体何かあれば一番上の行に書くようにしています。 でこれは前に作った動画なので説明欄も前の動画の時のままになっているのでこんな感じでコミフェスのことが書いてあったりということがありますね。でこうどんどんスクロールしてもらうと下まであるということなんですよ。はい、でバッテンしていただければそこは閉じられます。説明欄が閉じるとまた元の通り。で「よかったわ」「いやいまいちだったわー」 っていうボタンがありますよね。で、コメントはこのコメントっていうところを押していただくとね、一番上がコメントできるようになっています。ここをタップ、触るとこうコメントを打ち出すキーボードが出てきます。はい。で、コメントのところこうやって押すと、今までコメントされた方のコメントも読めたりということがあります。 はい、でコメントもバッテンをすれば閉じられます、はい、ということでこれがスマホバージョンえ iPhone バージョンですで同じように同じページが分かりやすいですよね、えー、こちら横でちょっとやってみましょうかタブレット、えー、この動画をポチそしたら始まりますちょっと止めておきますね 動画の下が、えー、タイトルで高評価低評価でチャンネル名コメントという形で同じですよねこの順序はねでタイトルの横の三角ポチ説明欄が今閉じている状態の時には下向き三角になってますでポチって押すと上向きになるんです今度ね 上向きになっているときに説明欄が今表示されてますよっていうことなんですよ。はい。で、コメントはその下ですけどね。コメントも同じです。コメントというところをさっきのスマホと同様にポチッと押していただくと、これはまた押すと下向きになって、今説明欄は閉じられているということです。コメントはここ からできるということですよねはいこれが説明欄の紹介というふうになりましたライブ配信のところちょっと説明したいと思いますスマホで行きますねコミーの時間この夏編みたいものということでこれが、えー、チャンネル私のチャンネルの今アップロード済みというところに入っていますでこの時間が出てますよね黒い文字 黒いい枠に白い字でえこれはもう「今ライブ配信やってませんよ」「終わってますよ」「アーカイブですよ」という意味になります。ライブ配信してる時にはここが赤いこの黒いところが赤で「ライブ」っていう白文字が出ています。それが「今ライブ配信してますよ」というマークになります。でこれライブ配信のアーカイブなんですけど これをポチッとしますねそうするとこういうふうに始まります。で、えー、チャットというこのポチってするとこありますよね。でもしね、ライブ配信なのか今やってんのかアーカイブなのか分かんないわーっていうときこうやって開いてみるとチャットっていうのが出ます。で、チャットをします。でもこの時点でチャットのリプレイって出るわけですよ。なので、今じゃないですよっていうことなんです、リプレイはね。 リプレイはいでこちょっと出ちゃってますけどここを見るとチャットを打ち込むところがないんですよねチャットのリプレイが出てくるんだけど自分の打ち込みたいんだけど打ち込む場所がないんですよだからアーカイブなんだっていうことがわかるという今やってるのかアーカイブもう終わってしまったのか っていう確認の仕方はそんなな感じになりますでこのコメントというのはチャットじゃなくてこの動画にくっついているこのコメント欄のところに出るものなんですよね。なので動画のコメント欄と同じです。ライブ配信のコメントは動画のコメントと同じでこのチャットの中でお話ししたい場合ではなくて このアーカイブが終わった後にでもこうコメント欄にコメントが出るみたいな形になりますというようなことなんですけど分かるでしょうかでこちらも同じように見ていきましょう,こうアップロード済みになっていますね今と同じやつですこれポチッと押しますそうするとここにチャットっていう風に出てますね でチャットをします。タブレットの場合、こう横に出てきます。これもやっぱりリプレイという風に出ています。そして自分が打ち込む場所がないというところで、これはアーカイブですということがわかります。はい。ということで、ちょっとあの場所が違うだけで内容としては同じです。それでね、この チャットのリプレイっていうところの右側に3あとバツと3本線があるんですけどこの3本線を押していただくと上位チャットと、えー、チャットというふうに分かれてるんですがこちらは一部のメッセージが表示される上位チャットになります、えー、全部のチャットが見たいわという方はこのチャットのリプレイ全てのメッセージが表示されますの方を選んでくださいこれは ライブ配信を生で楽しんでいる場合にここも選択していただけるのでそれはご自身でポチってやらないと上位になってます大体がなので全部見たいわという方はここをまずチェックしてみてくださいでね私これを押してます高評価今日は楽しかったわーという方は高評価いやー今日はちょっとなんかなーあのコ、ー、ミーさんのしゃべりはイマイチだったなー みたいな方は低評価、まあ、そこは私強要する場所ではないので楽しかったなという方には是非高評価を押していただけると私は励みになります、はい。というような感じなんですけど、えー、あんまりいっぺんにいろいろと言ってしまうとね難しくなってしまうので、えー、こんなところにしたいと思います。えー、今日はなぜ手芸チャンネルなのに SNS 講座というコーナーを設けたのか。 ということと説明欄とライブ配信がリアルタイムで行われているのかえアーカイブなのかというのを見極め方みたいなところをお伝えしましたおしまいですまた次の動画でお会いしましょうじゃあねー